高田さん、もう書かないんですか？え？なんで書かないんですか？もうな、やんなっちゃうよな。60だもんな。でも先生若いからいいじゃない。すいません、まだご挨拶してなかったんで。さよと言います。さよちゃん、今日帰らないですよね。動物園のチケット2枚手に入ったんだけどさ、一緒に行かないって。俺やっと自分が書きたいもん書いてすもんです。さよと浮気してるでしょ。え、つうかさ、何、俺がさ他の女と動物園とか行っちゃいけないやろ。何なのね、どういうこと、はっきり言ってよ。他に好きな人がいるってどういうことなのね。もうこういうの本当にやめたいんです。私の好きな人ってバレてますよね。